皆さん、こんにちは。お相です。今日はですね、まあ、あ久しぶりに、まあ、読者さんからのメッセージというかね、リクエストに答えていこうというふうに思ってまして、今日は LINE で連絡をくれた、えー、神谷さんからあ進路についての相談というものを受けたんで、まあ、僕の考えですね。まあ、僕の考えなんですけれども、それを語っていきたいというふうに思ってます。で、えーうんまあ、神谷、神谷君からの質問。 でどういう問い合わせが来たのかっていうとですね、えー、サイトを見て連絡をさせてもらいました。神谷健と申します、えー。学校名がある、書いてあるんですけど、それは読みません。えー、高校の1年です。えー、僕が通っている高校は、えー、商業高校で就職する人は3割程度います。京セラなどの大きな会社からも求人が来ています。しかし僕は大学に行きたいなと思っています。大学は指定校推薦や専門科学、 推薦など他の学校よりは多いです、えー、関西大学経済学部やあ京都産業大学や大阪産業大学などがありますがまだまだありますまだ新1年ですが就職か大学かだけでも当学校から言われていますそこで質問をさせてもらいますあと3年ありますが高卒の就職って大丈夫ですかあと大学行くとしたら大学の決め方ってどうしたらいいですかアバウトな質問ですみません 連絡も後回しで大丈夫です。文がめちゃくちゃです。すいません。よろしくお願いします。ということで。まあね、ぶっちゃけ仕方しようと思ったんですよね。なんで俺は答えなきゃいけねいんだって思ったんですけど、まあ僕のですね、まあ、サイトも動画もそうなんですけれども、意外と若い人も見てくれてるらしいんで、まあそういった方でね、同じようなね、悩み、まあ進路ですよね。進路どういうふうにやっていけばいいのかっていうことに関して、まあ興味がある人も多いと思うんで、ちょっとね、今日は進路についてね、えー、進路について語ります。進路について。 でまあ、あその進路っていうのは、うん、高校から先かな、まあ、中学からでもいいか、まあ、進路だね進路でうん、まあ、まずその進路っていうものを真剣に考えるときに、まあ、自分の意思である程度その進路を決めるときっていうのは、まあ、高校ぐらいからですよねやっぱりでやっぱりその親が 決め,決めるとと思うんですよよねそれより前とか僕とかでも中学受験とか親がここ受けろって言ったから受けるみたいなね小学校受験とかあまあ幼稚園受験でこの高校受験以降の受験とこの高校受験前中学受験以前の受験っていうのは何が違うのかっていうとまあ中学なんかも本当そうなんですけど中高一貫っていうのがあるんですね小学校であれば小中高一貫 <laughs> でまあ幼稚園の場合はあまあ一部これに近いものがありますねほんとに一握りですけどでまあ幼稚園受験小学校受験中学受験っていうものがあって、えー、僕細野祐介は何をやったかというと中学受験をやって高校受験をやって、えー、大学は推薦で行ってその後編入学試験を受けてっていうことで、えー、と4回と四回。 受験活動っってていうのをやってますで家は比較的裕福な家庭だったんで、小学校受験もするかみたいな話があって、実際見学行ったんですけど、その学校が、ね、9割女の子っていう学校でして、まあ、そういったところに行くと偏るんじゃないかみたいなことを、まあ、僕の父親が考えて、ですね、まあ、小学校は地元の学校でいいんじゃないかということで、僕は小学校は地元の公立学校に行きました。でまあ、そこで結構いい友達とかできたんで、そのことはあまり。 しなないんですけれどもおなんだろう私立と公立の違いですか私立と公立って何が違うので、これに関してなんですけど、おまあ、高校以降の公立と、なんだろうな、高校以降は基本的に偏差値によってクラスが分けられるじゃないですか。クラスが高いところだと偏差値60とかの公立高校とかってあるでしょ。だけど、 <laughs> 中学以前の公立は偏差値とかで分かれないんですよ受験しないでいけるからだから当たり外れがあるんですねで僕の小学校はこ公立だったんですけども中学から私立しか行ったことないんですけれどもやっぱりこの先生熱心だなっていう人がいる横で、うん、この先生はプロとしてどうなのみたいな先生もたくさんいたし、まあ、僕は今まで教師と呼ばれる人間先生と呼ばれる人間で 尊敬できる人間と一人として会ったことはないんですけれども、まあ,あ、質はあんま良くないですよね、ぶっちゃけ。それはやっぱりその待遇も、待遇もやっぱ私立に比べると負けるし、最近僕のね、ビジネスやってるんですけど、ビジネスのお客さんで、そもそも優秀な人間は教師にならないっていうのがあるんですよね。だから皆さん、あの、 僕が一部の動画とかでね、なんで高速に従わなきゃいけないのかとか、髪の毛の色染めちゃいけないのか、そういう話したことあると思うんですけれども、あれは管理上の決まりでやってるだけであって、何ら意味がないわけですよ。髪の毛染めちゃいけない理由なんてどこにもないですよ。別に先生だって何な,なら白髪を黒髪とかに染めたりするわけでしょ。全然いい意味ないわけ、あんなのは。ね であと、その制服をだらしないのを着ちゃいけないっていうのも、まあ、あれはできればちゃんとやった方がいいの、ね、それはなんでかっていうと、だらしのない服装とか汚い身なりしてると、それだけ信頼を失う。意味あることもあるんだけど、意味のないことも多いってことね。で、まあ、その、先生の言うことを聞くべきか聞くべきでないかっていうのは、あのいろいろんな意見があるんだけど、俺の意見としては、まあ、あ まあ子供のね、その感性っていうのは、皆さんの感性っていうのはね、僕は結構鋭いって思うのね、10代とか、もうそれぐらいになったら、どういう大人がイケてて、どういう大人がイけてないかとか分かるわけですよ。だそうでしょう、俺のサイト動画を見て連絡してくるってことは、僕のその、発してる情報とかね、その動画の内容がいいって思うわけじゃないか、その感受性がね、最も豊かな時期なわけですよ、10代っていうのは。20代になったら、やっぱその感受性っていうのがおっとるわけね、だからその10代の頃にいかにその質の高いものに触れることができるかっていうのは、すごい、 大事ですね。だからそうね、10代で、えー、やるべきこと。まあ、僕の動画なんか見るっていうのはすごくいいことだと思いますね。レベルはやっぱり高いと思うんでね。えー、レベルの高いものに触れる。僕が10代の頃やったことは、僕がやった時っていうのは、これみんな知ってっかわかんないんだけど、まずその、漫画ね、漫画。 漫画は、もう今みんなの中でおそらくレジェンドになってるものもあると思うんだけど、例えばその、ワンピースっていう漫画があるんだけど、あれよりも前にもっと流行った漫画で、ドラゴンボールっていうのがあるわけね。最近また始まったと思う、ね、ドラゴンボールっていうのがあったし、あとはバスケットボールが好きな人はスラムダンクとか知らないですかスラムダンク。あとは、えー、まあ、ドラゴンボールに比較的系統とかして近いんだけれども、少年ジャンプだよね、ヒッター。少年ジャンプの。 少年ジャンプがもう今とはもう暗いものにならないぐらい勢いがあったわけね。えー、誘白書とかあ、あとは何があれか。あ、まあこち亀は今でもやってるか。こち亀は面白いですよね。ぜひ読んだ方がいいかなと。あとはなんすかあー、なんだ。まあこれはあれですけれども、誘白書いてる人と同じやつが書いた、同じ書い,書いたやつですけど、レベル E とか、うーんと、あとなんだ えっと、スラムダンクあとあれですかあ大の大冒険ですか大の大冒険とか、まあ、要はこういうもう歴史日本の漫画史に残るような代表的な作品といったものが僕があの10代の頃っていうのはリアルタイムで掲載されてました。だからこういったものを小学校とか中学の時に読んでました。で、ゲームはどうなのかっつったら まあみんなも知ってるかもしれないんだけど、ファイナルファンタジーでしょあとは、スーパーマリオスプラトゥーンとかねなかったんですけどね。あれは最近だよね。スーパーマリオ、あとはなんだドラゴンクエスト。まあもう、もう世界を代表するゲームですよね。そういったものの1作目。ファイナルファンタジー1、スーパーマリオ、ブラザーズ1、ドラゴンクエスト1。こういったものがあ発売された。こういったものをやっぱりリアルタイムで、まあ、 ドラゴンクエストとかは僕は子供の頃なんだけど、もう10代、それ以前に僕はリアルタイムでえ触れてました。で、今もうこれはもう圧倒的な評価っていうものが固まってることからも明らかのように、10代のことに時に僕はこれ本当にレベルが高いものに触れてました。音楽もそうですよ。音楽も、今の音楽も決してダメじゃないんだけど、やっぱりなんか僕らが見てると物足りない。じゃあどういうのを聞いてたの ?XJAPAN でしょ、えー、小室哲哉さんでしょ あとは何ですか ?R なしでしょんあとは何だ僕は好きなラルクアンシエルんとかまあ本当に、まあ、90年代音楽ですよね平手話がね。90年代の音楽は YouTube で探すとあると思うんで聞いてみてください。多分気に入ると思いますよ。今のとだいぶ系統が違うと思いますけれども気に入ると思います。だからそういったレベルの高いものにいい触れてほしいで。レベルの高いものに触れたいんだけど、効率とか行くとザコイ先生も結構多いから そこが効率に行くデメリットですね、うん。当たり外れがある。いい先生もいますよ。いい先生もいるけど。あと、やっぱりその、効率の先生っていうか、まあ効率多分どこもそうだと思うんだけど、ローテーションっていうのがあるから、ーローテーションっていうのがあるから、なんていうのかな。一人のいい先生がいても、 転校とかしてっちゃうんですよね。転校というか、配属変換ですよね。配属変換。配属変換っていうのをしていってしまって、1人の先生がね、何十年とか、20年とか30年とか、1つの学校についてくれて、その学校の方針だとか、生徒の特徴とかを分かった上で指導っていうのをやってくれないんですよ。だからそういうデメリットがありますね。で、高校以降の場合は、偏差値によってこのグレードっていうのは決まります。基本的に、偏差値が高いところには、 レベルの高い先生が集まるって考えて問題ないじゃあ,あどういうところがレベルが高いところかっていうといつも言うより偏差値60以上ですねこれはレベルが高いところですねで僕がいたところっていうのはたい偏差値50僕がいたところは55くらいなんですよだいたい中学も高校も中学はもっと低かったから55くらいで55くらいだとね結構かすい人もいるんですよね でこれこ受験した人は分かると思うんですけど、55ぐらいの,あの高校とか中学って、そんなに勉強しなくてもぶっちゃけいけちゃうんだよね。ぶっちゃけ。そんなに勉強できない。僕、勉強できなかったけどいけたしね。うん、あとやっぱり、推薦とか単語とかいろんなやり方があって、いけるんですよ。いこうと思えばね。60超えてくると推薦取ろうと思っても、学校内でその推薦の枠とかに限りがあるし、なかなか気軽にはいけないですよね。まあ、気軽にいけない学校。 でやっぱりそのレベルの高い学校に行く歌手としては周りもレベルが高いっていうのがありますねだから必然的に普段の会話とか進路に関してもレベルの高い会話というものが繰り広げられる可能性が大きいし実際、先輩とかもレベルの高い大学とか就職するにしてもちゃんとしたところに就職してる確率っていうのが高い で僕がいたところは、えっと、高中学は中高一貫で、えー、まあ、有名大学と呼ばれるようなところにも、まあまあ進学するところで,で、高校は、僕はね、付属高校ってところ行っちゃったんですよね。で付属はやめたほうがいいですよ。付属はね、やっぱりなんだろうな、まあ、みんな入ったときは意識高いんですけど、妥協していくんですね。 まあ本当にもう有名大学の付属校とかだったらいいんですけど僕は中堅の大学だったんでそれはやめた方がいいですね楽しても大学行けちゃうだから勉強しなくなるんですね、うん、でかといってそのサークルとかでめ目覚ましい成果を上げてるかっていうとサク,なんだうクラブっていうの、まあ、クラブも中途半端っていうところで、まあ、野球もそんなに強くないし何かその文化系で 目覚ましい成果上そうすると、な何ていうの、中途半端が当たり前になっちゃうんですよ、ね。中途半端が当たり前 <laughs> で、なんだろうな、今の時代って何か一つのことに突き抜けていたりとか、この分野では誰もにも負けないっていうものを持ってる人が、 生き残っていくんですよで中途半端な人っていうのは要するにどういうことかって言ったらあ別にお前じゃなくてもいいってことですね別にお前じゃなくても別にお前じゃなくてもいい人のことを中途半端な人って言うわけですよねで別にお前じゃなくてもいいんだったらじゃあもっと若くてまあみんな若いと思うんだけど若くて、えー、文句言わずに安い給料で働く人に仕事ってお願いされるじゃないですか そういう中途半端な人っていうのはお金も稼げないんですよ。で現代の,その社会において、まあ、みんなもその感じてると思うんだけれどもお金がないと何もできないですよね。何もできない。大学の進学もできないですよね。大学の進学もできないし結婚しようと思ってもね、えー、家族を養っていくこともできない。 大学で何か勉強しようと思っても教科書を買うお金がない。そういう惨めな思いをしなきゃいけない。だから現代においてお金を稼ぐっていうのは非常に大事なことなんですね。非常に大事なことなんだけれども、中途半端な生き方とか中途半端な態度で毎日を生きてると、別にお前じゃなくてもいい人っていう扱いを世の中っていうのはしてくるんですね。学校もそうですよ。偏差値60以上の人ってのはやっぱり中途半端じゃないですね。中途半端じゃないから偏差値60以上の結果を出して、そういった学校に進学してる。 だからあ、周りにもレベルの高い人が集まってきて、えー、普段の会話もレベルが上がるし、進路も意識の高い。ね、えー、スタンフォード大学行きたいんですけど、どうすればいいですかとか、そういう話題が出てくるわけね。うんまあ、全部が全部出てくないけど、そういう話題も出てくる。だけど、やっぱりそういう,こう,いう55以下の稼いところに行くと、やっぱ稼い人が集まってきて、特に付属なんか行っちゃうもんなら、まあ、妥協していくっていうことなんですよ。だから、そういう中途半端で別にお前じゃなくてもいい人っていうものが大量に量産されて、 まあ今ですね、まあ、僕が大人になって、まあ、Facebook っていうものがあるんですけれども、えそこでまあどういった進路に行ったとか、どういった職業についてるかっていうのが見れるんですけど、まあ、蓋を開けてみると結構かすい人生を送ってる人が多いですよね。えー、まあ、その人には申し訳ないですけど。まあ、あもう、うん、この人の代わりはいくらでもいるんだろうなっていうような職業に従事をしていて、まあ、代替品としての人生を過ごしてて、 まあ結婚とかしてるのかもしれないけど、まあいわゆる普通に生きて、普通の給料をもらって、普通の生活してみたいな人が多い。何か引出てて、世の中に対してバリューを提供してるとか、輝かしいキャリアを歩んでるっていう人はあんまり見かけない僕の周りでそう、まあ。特にその高校以降ですね、中学以前の人っていうのはあの会社経営主体して活躍してる人たくさんいるんだけど、うん、だから、付属高校は行かない方がいいですね。偏差値60以上の付属高校だったら行っていいですけど、 行くならもう超一流の付属以外はゴミかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ今回の話題とちょっとそれてきたんで、えー、とじゃあ、なんだろうな、商業と工業、高校まあその、なんだろうな、ぶっちゃけそのねも、これ当たってるから多分言うんですけど、まあ頭悪いんですよね。頭悪いから商業が高校なんですよね、現状。なぜかというと、商業が工業に行こうっていう選択をするのって現状ですよ。現状は、 あその中学の時の成績が悪い人が行く場所っていう扱いなんですよ。だから、現状は多分みんなの偏差値、これ見てる人、こ,れこの質問くれた子も、そんなに頭良くないと思う。頭良くないけど、まあ、すごいしっかりしている子だよね。こんな高校1年の時からこんな進路について考えた。だからまあ僕もあのレスポンス動画作ろうと思ったわけだけれども、商業と工業どっちがいいのかっていうのは、まずその、日本の学問の場には、文系っていうのと理系っていうのがありますね。 で何が違うかっていうと、文系っていうのは例えばその文学部とか小学部とかそういったものを学ぶ学部で理系っていうのは例えばその僕がやったようなコンピューターサイエンスだとかあ建築だとか医師役系かな医師役系も講義には理系に含まれるわけね。えー、っていうような違いがあって、えー、世界で見るとね、世界レベルで見るとうーん経営者とか社会的地位 まあほぼ理系で固まってますね。日本はそうでもないですけどね。それはなんでかっていうと、やっぱ日本は文系の人がやっぱり派遣を取ってることが多いので、文系でも出世する人っていうのはたくさんいます。ただ世界レベルで見ると、会社のトップとか、お金を稼ぎまくってる人っていうのはもう理系の人が圧倒的に多いですよ。よ世界レベルで見るともう理系が圧勝っていうのがまあ現状。なので、商業高校っていうのは、どっちかっていうと文系寄りなんですよ。 ととかか会計とかやるわけででしょで工業高校っていうのはどっちかっていうと理系なわけですよで、えー、僕は今回くれた人は商業なんだけど迷ったら工業行った方がいいと思うよそれなんでかっていうとすごく大事な考え方なんだけど理系から文系へ転換ってできるんですね 理系行ったんだけど文系にシフトしますすっていうのででけるんですけど文系から理系行くのってすごく難しいんですよ。もう今から数学とか追いつけないんですよ、なかなか。なので、一般の,この商業とか工業じゃなくて、進学校って呼ばれるようなところに行くと、高校2年の時になると文系が理系っていうのを決めることになるんだけど、そこまで1年間ブランクがあるわけね。だけど、商業と工業っていうのを入学時点で固定しちゃうと、 もう最初から商業行った人ってある程度文系的な方向に進むしかないでしょだし、工業行った人はもう理系の方向に固まっちゃうから、だから僕は悩むぐらいならもう工業高校行った方がいいと思う。工業高校行って、えー、どうしてもダメだったら退学をして、えー、一般の,その学,学校に何だろうもう一回入学してもいいと思うし、えー、その商業とかにもし転校できるんだったらするっていうようなやり方がいいと思います。で、えー、質問なんだっけ質問は、 あ,あそうで、就職するか進学するかですか就職 VS、うん、進学でまあそのなんだろうな結局ここのこの質問に答えるためにはお前はどうなりたいのかって話なんですよ難しいんですけどねで、えー、ぶっちゃけですねえー、障害年収の統計っていうのがあって、えー、純粋に人に雇われて 一生を終える。終える人生。まあ、そういう人,ういう人がほぼ大半なんですけど。っていうので、まあ、統計を取ると、大卒が一番給料高いっていうデータが出てます。で、当たり前ですけど、専門学校は、あその専門学校とか、まあ,あ、高専はその次ぐらいですね。で、えー、一番低いのがやっぱり、 高卒高卒よりもさらに低いであろう人は中卒ですね。えなので、えー、就職を最終的なゴール、人に雇われて、えー、その人が定めたルール、会社のルールに従って生きていくっていう人生を歩むのであれば、あ大学まで行って就職をするっていう選択肢が一番合理的になるね。あ,のあくまでも統計的にだよ。これからどうなるかっていうのは分かんないんだけど。えなんだけど、僕の考えとしては、 まあ,あ、理系の学問っていうのは厳しいんだけど、少なくともその商業高校とか文系で習えることっていうのは、あまあ、文系の大学だよね。文系の大学で習える学べる学べること。あこういったものはすべて独学で、後天的に身につけることができます。なので、ぶっちゃけ、僕は文系ってあの価値がないと思うんですよ。自分で全部勉強できるから。だから、その分野の本、100冊とか200冊とか読んだら、もうそ、はっきり言って勝つからね。 なんなら僕、今、その文系の学問とかわかんないですけど、その現役の学生とかと競,競わされても全然勝てると思いますね。それなんでかというと実務を通じてその文系で学ばなければいけないようなことっていうものを肯定的に身につけたし、やっぱり実務で使ってるから毎日、もうその机上の論理とはもう超えられないぐらいの一戦まで自分のレベルが上がっちゃってるんですね。なので、えー まあ僕の考えとしてはあ、まあそうですね、文系の大学で学べることは古典的なことで学べるんでな、迷ったら、迷ったら理系ですね。これが基本スタンス。迷ったら理系。どうしても文系じゃないとダメなんですっていう人は文系行ってもいいと思うけど、僕も高校2年の時に進路相談っていうのがあって、えー、細野君、文系と理系どっちにするのって言われて、まあ僕は当時医者になりたかったのね。えー、なんでなりたかったかっていうと、医者は、あのなんだ、年収が高い。で、お金が大好きだから。 とにかくお金を稼げる仕事やりたかった。お金が稼げれば何でもいいと思った。固執するつもりはなかったんだけど、お金が稼げて人から尊敬されて社会的地位が高い職業って何かなって考えたら医者だったんで、医者になりたいと思ったから理系に行ったんですね。理系に行ったんですけど、理系の中でも医師役系っていうものと、物理学専攻コースっていうものと、生物学専攻コースっていうのがあって、で僕は生物学に行ったんですよ。生物、もう超つまらなかったんですけど、専攻コース。 で、これは何でかっていうと、これ今振り返るとね、先生がクソだと思うんだけど、物理は難しいから、あ数学に自信がないなら、えー、生物にした方がいいよって言われたんです、まあ、これおかしな進路指導だと思うんですよね。レベルの低い先生だと思いますよ、今振り返るとね。えー、そうじゃない,ないですよね。自分がやりたいことありきで先行っていうのは決めるわけですよね。夢があれば多少大変なことでも、どんなことでも人間っていうのは頑張れるんで、 こういう決め方をしたらダメですね。こういうことを言う先生ってまだいるかもしれないですけど、こ,ういうことを言う先生だったらあ、もう仕方でいいんですよ。表面上は分かりましたって言っても、その人の言ったことを一切実行しなくていいと俺は思う。で、えー、そう、だから物理学。で、医師役。で、まあ分かると思うんだけど、一番難易度が低いのが生物学で、次に難易度が高いのが物理学で、一番むずいのが医師役ね。 で、医師役からあ一般理系は可能ですね。で、物理学とか先行したところから医師役も無理ではないですね。なので、こことここはお互い行き生きができるってことです。なんだけど、もう物理学取らないで生物学とか行っちゃうとお、こっからこことか行けないってことね。生物学から医師役とかってのは。それやっぱ物理学とかやってないと、 数学の知識っていうものが、使えないものが出てくるから、え、厳しい。あ、そんなことないのかな。生物学から一学もいけるのか。ちょっとその辺は曖昧なんだけど、基本的には、まあ、こっちかこっちに迷ったら行くっていうことです。もうあんまり、生物学、生物学って基本的に暗記だから、あまあ今はどうし知らんけど、俺がやった時は暗記だったから、あ文系もそうだけど、暗記の学問っていうのは、すべて例外なく肯定的に見つけられるんですよ。30になろうが、40になろうが、50になろうが。暗記で済むような問題なんてのは、今価値はないわけですよ。 暗記、暗記重視の学問に価値はない。それなんでかっていうと、みんなもうわかると思うんだけど、パソコンだよね。まあスマホだよね、みんなだったらね。スマホで。スマホで Wikipedia とかわかります空いたところを、要は検索する力なんですよ。これからの,かの時代に生きる力で身につけなければいけないことは。検索をしてね、わ、えー、からないことを、えー、短い期間で、 調べるスキルこういったものを身につけてる人っていうものがこれからの時代活躍するんですよ。昔は違ったんですね。昔は暗記してて、行き地引きみたいなね。えー、要するに自主、歩く辞書みたいな人が価値があったんですよ。それなんでかっていうと、インターネットが普及してなかったからですね。 今違う、インターネット普及してますよね。スマートフォン早いですよね。iPhone とかすごい早いですよね。で、持ってますよね。もう今、中学とか高校で持ってますよね。僕の時は、僕が携帯電話を持てたのは高校生だったんだけど、それでも早いって言われたね。今もう、小学校とかでも持ってる子がいるんでしょ。そう、だから、普通にそんぐらいで普及してるのね。で、多分、僕の動画を見てくれてるような人っていうのは、まあまあ、頭がある人には見れないようにしてるんで、結構頭がいい子が多いと思うんだ。だから、パソコンとかも多分普通に使える子がいると思うのね。えー、多分、あなたも使えるんじゃないかな。 そうだからあ、ね、検索する力っていうのを身につけた方がいいってことね。で、レベルの高いものにとにかく触れる。そのために、やっぱりレベルの高い高校に進学した方がいいし、文系よりも理系がいいし、ってことねで、その理系の中で生物学とかオンリーにするんじゃなくて、可能性が広がる物理学とか医師役に進んだ方が、僕はいいよっていう感じで、質問なんだっけ。 高卒の就職が大変なのか。あまあ、だから、この学校はすごいと思うけどね。強制らから求人が来るっていうのはすごいと思うけどね。だから、自分がどうしたいのかですよね。えー、まあ、一生涯人に雇われてやっていくんだったら、大学まで行ってから就職した方があ、年収は上がりやすいっていうのがあります。やっぱり高卒とか中卒だと出生できないとかいうのもあるんで。うん 全然バカげたやり方だと思うんですけどね。だもし高卒とか中卒でですよ、就職していくっていう道を選ぶのであれば、まあ、完全実力主義のところに行かないといけないですよね。えー、就職するのはね。まあ、僕であれば、まあ、もう、小企業。中小じゃなくて、も小企業ですよ。であとはまあ設立して間もないベンチャー。ここしかもう選択肢はないと思いますね。もう大企業なんか行ったら、もう、いい大学出た人たちが派閥作っちゃってるから、もうそこに入り込みようじゃないですで、小企業の,あの定義は、 えー、従業員が <coughs>、20名以下とか、そんぐらいですね。50人とかいったらもう多いですね。その人たちと言わ出世争いしなきゃいけないから、まあ、とにかく数は少なければ少ない方がいい。でも実力、結果を出した人がもう認められるってところに行った方がいいね。まあ、中卒の人も一緒。だから、結構その、なんだ、これなんかバカにしてる言葉とかで、土方っていう言葉があるんですけど、土方産業で、 中卒の人とか高卒の人ってすごく多いですよね。それなんでそういうところが多いかっていうと、そこはもう完全に実力主義で認められる業界だからなんだよね。だから、そうね、まあ自分がどういう人生生きたいかってね、本当ね、高校とか中学とかで考えて難しいことなんですけど、まあ,あ、自分がどう生きたいかを、こっちじゃないかな、こっちかな、10代でやるべきことは、自分がどう、どういう人生を生きたいか。 まあ例えば、親みたいな人生を生きたいのか、生きたくないのかってところから考えるのがすごく入りやすいかな。を考えろ。で、まあ、親みたいになりたいなりたい、なりたいならなりたい、なりたいって言ってみましなりたい。なりたくないって人は、やっぱり親とは違う道を歩まなきゃいけないですよね。で、僕は、えー、っと、どっちかっていうと、親みたいになりたかったんです。なんでかっていうと、 金持ちだったんでまあ、親が金稼いだ。親が金、超稼いだ。だから、まあ、親みたいにやったら死ぬほど金稼げるから、すげえ気分いいなと思って、まあ、僕はお父さんみたいになりたいっていうふうに思いました。親のこと尊敬したんでね。そう。だけど、結構僕がいろんな人見てて思うのは、親のこと尊敬できない方言って多いでしょ。こいつしょっぺーなみたいな親いるじゃないですか。 うん、僕が見てもこの人尊敬するの困難だなっていうのを話聞いてて思うんだけどなりたくないと思ったら親とは違う人生を歩まなきゃいけないじゃあ親が親と違う人生を歩みたいってもし思ったら親がどういう人生を歩んだのかっていうのを聞いた方がいいですね親がどういう人生を歩んだかで聞くとまあ多分親も大体低学歴だし金稼げてないし まあだらしない人が多いんじゃないですかね。だらしないから手がぐれだし、だらしないから金稼げないし、だらしないから尊敬されないと思うんですよね。うん。何う酒とか、女とか。まあいいですけどね。まあ言っても、お金稼げてな、あのお金稼げてなくて酒とか女に溺れるっていうのはもうゴミですよね。人間のね。だからそういう,う親であって、そういう親になりたくないのであれば、そういう生活をしちゃいけないですよね。酒とか女に走らない方がいいっすよね。 で、しっかり自分を律するってことですよね。自分を律するってことですよね。自分を律する人生を生きる。自己管理能力ですよね。言ったら。な結局、その、以前話した動画で言ってると思うんですけど、偏差値が高い学校っていうのは、校風が高いわけですよね。それなんでかっていうと、校風が自由度。例えば、その制服なしとかあるわけですよ。制服なしとか。なんでかっつったらあ、偏差値高いってことはどういうことかっていうと、信頼なんだよね。 自己,自己管理能力が高いと判断されるわけねそうだからそ,そういったところで損するからやっぱり偏差値低いところってできればいかない方がいいんだけど、まあ、なかなか難しいじゃないですか僕もいけなかったしねで自分を律する人生を生きることができるかっていうとやっぱりそうやって信頼されるってことね 東京大学出ました、入学しましたって言ったら、それだけで信頼されるわけね。だから人と会った時も話が早いわけですよ。東大出てる細野くんなら、あー任せても大丈夫だろうみたいに思われる。だけど、もし僕が中卒だったら、君は高校も行きたいのに大丈夫かねっていうふうに思われる。高校も行かないようなね、知力の人間に、僕の仕事を任せることはできないみたいな、そういったことも平気で言われたりする。だからまあ、損をするわけね。で、まあ僕の考えとしましては、 学歴って、本当のことを言うと、金稼ぐなら、だけなら、全く必要ない。なんでかというと、僕より学歴高い人ってたくさんいるんだけど、僕より稼げてない人ってたくさんいるのね。ゴロゴロいるわけね。なんだけど、普通の人生を生きて、普通の人並み、人並みに金を稼ぐのであれば、 学歴はあるに、したことはない。で、まあ当然だけど、東大よりもスタンフォード大学の方がいいし、スタンフォードよりもマサチューセッツの方がいいしっていうのがやっぱりあるわけね。だからその辺をとにかく考えるっていうのがすごく大事じゃないかなっていうふうに僕は思いますね。僕はこういう視点とか考え方があるっていうのを知らなかったし、誰も教えてくれなかったから、だからこの動画を見た人すごいラッキーだと思いますね。う えー、大学行きとしたら大学の決め方ってどうしたらいいですかあだからまあこれも一緒ですよね。大学の決め方。でこの方あの、場所は言わないですけど、関西の方なんで、まあ、僕だったら近畿大学とか行くよね。近畿大学って、ね、この間い調べたんだけど、偏差値が、ね、確か、ね、50前後なんですよ。50前後なんですけど、おなんだ企業コラボとかあって、えーまあ、実地研修ですよね。平手話が。 あまあ、大学に所属しながら実務に近い経験を、まあ、実務経験ですよね実務に近い経験をたくさん積めるっていうすごく特殊なあだ大学なんですよで大学がそのなんだ飲食店経営してたりとかあ経営に近い経験を積めるんですねでそんなのを18歳の頃からやってたら22歳になる頃にはすっげえ経験豊富になるじゃん そんなね、感受性が豊かなときに、レベルの高い経験してたら経験豊富になる。だから、なんかもう、近畿大学よりマイナーで同じぐらいの偏差値の稼い大学ってたくさんあると思うんですけど、そういったところ行くんだったら近畿大学行って、近畿大学の中でも、なんか、いろいろ学部あると思うんですけど、確か理系の学部だと思うんです理系の。理系の学部に行くっていうのが一番いいかなっていう気はしてますね。 だからもう今、商業高校行っちゃったんで、その文系から理系行くのって大変なんだけど、もしどうしてもこういう人生の方がいいっていう風に思うなら、退、まあ、学届出して、えー、なんだ、大研っていうんですか、大剣取って、理系の大学への進学勉強っていうのをしてもらって、理系の大学に進学っていうのを僕であればやります。まあ、できないと思うけどね、多分ね。人間っていうのは損切りができないですから。えー、中漢字っすかね。答えになってるといいんですけど、まあ、個別でレスポンスを送んないんで、 僕も暇じゃないんで、まあもしこの動画を見て、また何か聞きたいこととかがあれば問い合わせてもらえればというふうに思います。ただね、まあ全体的に言いたいのは、まだ高校1年生でね、就職か大学かっていうのを考えてるのは素晴らしいことですよね。僕は何も考えてなかったですからね。なんとなくいい大学行ければいいなみたいな。うん、そういうのはダメですよね。なんとなくいい大学に行ければいいかなぐらいだとやっぱり目標設定としては弱い。絶対この大学に行きたい。この大学行ってこういうふうにしたいっていうふうにしないと、 なかなか行動できないし、じゃあ勉強ってどういうふうにすればいいのかとか、勉強うまくいってる人どうすればいいのか、今検索できるわけですよね。僕の時は勉強法とか学ぼうと思っても、調べることとか探すことができなかったから、もう今、もう最高の時代ですよ。個人が成功するのに、このよ、うん、歴史上最も簡単に個人が成功できる。学術的にも、経済的にも、人生的にもね。だから本当に素晴らしい時代にみんな生きてると思うんで、ぜひね、えー、今日話したこと、 えー、振り返ってもらって何度も見てもらってね、腑、え、に、ー、落として、えー、素晴らしい人生を生きてほしいっていうふうに私は思うわけです。じゃあ今回の動画は以上となります。ありがとうございました。